マケドニア王国語のセレーコス帝国アンティオコス三世のコイン。ダイアデムを帯びているダイアデムは頭に身につける冠の一種で特に君主が身につける装飾されたヘッドバンドを言う。ギリシャ語ではディアデーマという。元は王の頭に身につけ権威を示す房飾りがついて結ぶようになっていたシルク製のリボンで肩にまでかかるものもあった。このようなリボンは 古代の重要なスポーツゲームで勝利した選手を表彰する際にも用いられた。後に頭に身につける金属製の輪や紙紐もダイアデムと呼ばれるようになった。巻きつける、締め付けるを意味するギリシャ語、デルタオタアルファーデルタオメガ、ダイエディオから、帯、紙紐を意味する、デルタオタデルタイータミューアルファーとなった。最も初期の例のいくつかは古代エジプトで見つかっており、 単純な織物タイプからより複雑な金属タイプまで様々なものが英ゲ海周辺で見つかっている。古代ケルトではハンダ円形の金のプレートで作られたコアイルランド語でマインドと呼ばれるダイアデムが使用された。古代ギリシャの神のようにリースを頭に被ることもあった。またギリシャの最高神の妻である女王ヘーラー神に付けるのもダイアデムである。ダイアデムはまた 女性が額を覆うように着用し、ハーフクラウンの形をした宝石がついた装飾品を指し、これはティアラとも呼ばれる。ありがとうございます。